今回のセレチューブは、勝負の12月、射程圏内の ACL 出場へ、鍵を握る2人の選手に密着します。セレッソは10月から4試合連続勝ち星なしと苦しい試合を続けてきた。しかし大分トリニータ戦、さあ奥の持ったクロスマイナス、どうだ、打てるか、戻してシュートだ、清武決まった。先制点はセレッソ大阪、勝ち点3をもぎ取り4位に浮上。再び上位に進出した。さらなる上を目指すため連勝にこだわりたいセレッソ。冷静にパスを出しチャンスメイクをする仕事人、藤田直之選手。勝ちがない試合が続いてた中で、やっぱり一つ勝つっていうのがあのチームにこうまた自信を与えて、また勢いをあのもたらしてくれると思うんで、本当あの試合あの前節をこう勝ちで終えれたっていうのは、あのこれから残りの試合に臨みにあたってすごく大きな勝ち点3だったと思います。今回もあの横浜 FC の対策というか、そういう、うん、あのストロングを消すっていうの練習もしましたし、まあ、彼らの弱みをつくための練習っていうのもあのしっかり準備したので、練習でやったことをいかに僕たちが表現できるかっていうのがあの勝敗を分けると思いますし、まあ、あの練習してきた通りに相手が打つわけではないので、その中であのここで考えてあの臨機応変にやっていければいいかなと思います。守備のスペシャリスト、木本康樹選手。セレッソの堅守をここまで引っ張ってきた。少しチームとして自信を失ったのかなと思って、で個人的にも少し気持ち的に落ち込む時期もあったんですけど、まあ、やっぱ勝利っていうのは自信をもたらしてくれますし、やっぱ今のサッカーが間違ってないっていうのは証明できたと思うんで、次に向けてすごいいい試合だったなと思います。セレッソの歴史に何ていうんですかね、刻む意味ではもう本当に2位で終わりたいっていう思いは、まあ、みんな持ってますけど、チームの中ではこう何ていうんですかね、そういう話題は出てないですけど、まあ、各選手思いもあると思いますし、まあ、個人的にも17年の3位っていう結果を超えたいっていう思いもあるので、残り5試合、しっかり 全勝できるように1試合試合やっぱ勝っていきたいなと。セレッソは来季アジアチャンピオンズリーグ出場権に加え、クラブ史上最高順位となる2位に立つ可能性も残している。もう忘れてください。
ホームでサポーターの笑顔を咲かせたい。そして今も松浦走り出していました。マギーニョからその松浦のボールはカットしたセレッソ。ファーサイドマテイオニッチ折り返した。木本がいる。枠を捉えることができませんでしたが、一人選手が倒れています。斉藤光介、斉藤光輝も前線に入っています。松浦、ここはシンプルにクリア。木本、これはねチャンスですね。はい、おっヘッド、ブルーのメンデス、です先制したのはセレッソ。こうイメージ通りのゴールだったんじゃないでしょうかね。はい、まあ、出してと受けてのこの、まあ、考え方。中に入れてきたクリア、木本、ここでホイッスルです。セレッソ大阪2試合連続の無失点ゲーム、2連勝を飾りました。大きな大きな勝ち点3をものにしています。見事連勝を果たしたセレッソ、チームに勢いが戻ってきた。前半なんですけど、非常に拮抗した中、まあ、今まで 4-4-2 でやっててちょっと失点が続いた中で、5バック気味にするっていうそのアイディアが、まあ、前節からチャレンジしたところなんですけど、しっかりそれをピッチで表現できたのが良かったと思いますし、まあ、前節と今節さっきも言いましたけど、キーパージンヒョンがまたビッグセーブ出してくれたんで、やっぱりそういうのもあって守りきれてると思いますし、またよりこの2試合選手が体投げ出して最後のところを防ぐとか、そういう気持ちの部分がこう現れてきたんじゃないかなっていうふうに思います。苦しい試合でしたけど、このセットプレーのから1点をものにできて、その後ろの選手はしっかり、集中して守れて、まあ、勝ち点3取れて良かったと思います。自分たちには明確な目標があるので、それに向かって、難しい時期ですけど一つになって、必ず目標達成したいと思うので、皆さんもの応援よろしくお願いします。セレチューブは毎週火曜夜9時配信。チャンネル登録よろしくお願いします。